久保さん。いやく、なんかあれですよね。あの、やってると、やってることは一緒かもしれないけど、なんか感じ方変わりますよね。だからやっぱ大量になんかいろいろやってると、まあそれが、なんか最初苦痛だったかもしれないけど、それがもう苦痛じゃなくなる。でもやってること一緒。大変かもしれない。でもあんまり苦痛として感じない。うん。だから動画の量に関しても、こんだけやると、 そんなに大したことないっていうかうーんって感じっすよねうんで今回そうそう僕の熟成さんで明日かまあ今日今日かあの YouTuber に転身した人がね出てきましてもうちょっとてんあの対談するんですけどこれねめちゃめちゃいいんですよこれ多分ね10万人まあ時間ちょっとかかるかもしれないですけど10万人狙える企画だと思います うん、絶対1万人は行くし、10万人も狙えます、まあ。あとはまあ、その子の頑張り次第だと思いますけど、ちょっとね、もう動画見て、めっちゃええやんみたいな、これはいいねみたいな、思って、まあ、すぐ対談しようっつって、対談するんですけど、うん。まあ何が言いたいかっていうと、なんかその、その子は、あの、なんだ、あまあコンテンツビジネスをや,やって月収100万行ったんですよ。で、その後、コンテンツビジネスを一旦、 まあそこでキャッシュ作った分を元手に、あの、田舎に引っ越してね、あの、田舎ですよ。田舎暮らしですよ。本当にあの、すごい、あの、家なんですけど。で、そこで、あの、料理番組みたいにするっていうね、新しいことにこうチャレンジしてね。これちょっと、あのな,なんでか、その子が言ってたのが、あの、なんか、なんだっけな、難しいあの、逆になんか、夢ありますよね、みたいな。なんか多くの人って、 あそうそうこの前、コンサルしてた時に、大工の人いてるんですけど、その大工の人が周りにみんなに言われるらしいんですよ。今からやっても遅いみたいな。ね。なんか YouTube やってるんですね、その人。で、まあ、なんか再生400とかね、されるようになって、お、すごいじゃないですか。つって今やってるんですけど、で、周りにね、めちゃめちゃ言われるらしいんですよ。いや今からやって、何やってんのみたいな。無理無理みたいな。遅い遅いみたいな。すげえ言われるらしいんですよ、ね。もう100人中100人言われるみたいなノリなんですよ。で、その子は、 その今から YouTube 始める子は、いや、逆に面白くないみたいな。ここに挑戦できるのって超面白くないみたいな。わかりますでも一般の人の考え方っていうのは、今からやっても遅いなんですよ。でもこの子は、いや、そんだけライバルいるってことは、そこでなんか戦うのって面白くないみたいな。だこのね、考え方の違いってすごい開きがあると思うんですよね。一方は、もう無理。遅いよ。稼げるわけない。うん、後先だ。 いや、こ、こっちの、こっちはね。いや、逆にライバルいてめっちゃ面白いじゃん、みたいな。<laughs> ね。いろんな人の中で揉まれて、そこでこう、のし上がってくるの超面白くない、みたいな。これね、すごい、この違いなんじゃないかなと思うんですよね。でも多くの人っていうのは、まあ、9割9分ね。今からじゃ遅い、みたいな感じだと思うんで、まあ、どっちの考え方が正しいのか悪いのか分かんないですけど、僕は、こっちの、 なんか、そこに挑む時のワクワク、そういうふうに考えられる方が、まあ、新しい可能性は広がるのかなと思います。だってもうこっち可能性ないじゃないですか。ゼロですよね。無理。みたいな話なんで。<laughs> まあ無理ですよね。可能性は広がらないですよね。新しい。でもこっちは、まあ無理かもしれないけど、可能性はもう頭の中で広がりまくってるわけですよ。で僕はね、動画見て、あ、これ本当いけんなと思って、僕はもういけるしかないですよね。 他人事なんですけど、他人事だけど、これいけるっていうね。これは絶対いけるぞみたいなね。<laughs> もう下心ですよね。僕の熟成です、みたいな。言った時に <laughs>。いやーね、あの、ちょっとすげえ期待してるんですけどね。うん、いけます。なんか、その、その子より僕の方がいけるって思ってるかもしれないですね。もはや。<laughs> 何なんですかね、これね。 だ久保さんは、か久保さんでそのリンクさせるんだったら、あのね、自己アフリエイトやった時にこれ1億稼げるぞって久保さん思ったじゃないですか。だからその感覚なんですよね。その感覚って結構大事で、多くの人は思ってないなんか、あれなんじゃないかなと思いますね。自己アフリエイトで多く稼げると思いますかまあ思えないでしょうね。いってらっしゃい。